はね、外れてしまいましたが、今週もね、札幌記念、やっていきたいなと思います。ですね、ナンバーズの方がですね、一昨日ですかね、非常に惜しい、数字が出ております。まだ上がってませんけども。で、私の方はあの、G1 クライマックス29、ライビングビュー行ってきました、そちらの動画も上げてますので、よろしかったら見てください。それでは、予想していきたいと思います。はい、第55回、札幌記念 G2 です。はい、見ていきます。ですね、2009年とから見ていきますと、やはり、出てますね。年が2で、2枠出てます。2枠11番と出てます。46回の時は、開催会が10番が2着で、3、2、6で3枠6枠6番と3枠、47回で2枠2番、4の年で13出てます。足して4になります。1足す3で4になります。で6出てます。48回3枠出てます。で4番出てます。5のダブルで5番出てます。49回13と4枠出てます。でそうですね、これが、14番 1+4 で5になりますからと出てます。でこれが5枠が出てます。50回で6枠出てます。51回、5+1 で6枠が1着、比嘉さんで3枠、7枠、8枠、で2番、はい、でこれは1の年で1枠1番、日野先生が2で2枠2番絡んでますと。で54回、これが2のダブルで2番出てますと。これがサングレーザーですね。ちなみにこの2009年、これはブエナビスタです。さあで今年はじゃあ2019年の8月18です。322の日です。第55回で1と10番のね、ブラストワンピースとサングレーザーも臭いところですけど、で今年はこのクルーガーと、ペルシアンナイトなんですけど、2頭には不安点がある。ちょっとまだ復調してないんじゃないか、ペルシアンの方は。でこれは海外帰りっていうのもあります。で見ていくとやはり6の日が引っ張っ、3年連続6の日 でこれは引っ張るんですよね。5の日の、が2年連続、3が2年連続で、今年はですね2の日が4年連続2の日なんです。で見ていきますと、やっぱり2番とか2枠2番2番って出てるんで、やっぱり2番クルーが注目したんですけど、海外帰りっていうところ、そこがやっぱり不安なので、今年はこっちじゃないかなと、思いまして、3か12っていうことで、でここは硬いんじゃないかな。1冊2で3になります。ワグネリアン本命です。はい、であえてこれここに不安があるんでしたら、3の、年ですけど、3の日だった時も3枠、ダブルで出たりとかもしてますし、3番と同系列の3枠3番ステイフーリッシュ狙い目なんじゃないかなと思います。でやはりこれ過去10年でも、7回ですかね、開催会のが出てるんで、7割の確率で出るんだったら1番と10番、もう抑えた方がいいだろうと、で抑えはこれです。1番9番12番、9、10、12、本線がね、ステフリッシュとの3、9、12、9と12のね、フィエールマンとワグネリアンの牙城は硬いのかなと思ってますんで、これでいきたいなと思います。でですね、
これ見ると分かるように、近年は1着になってます、この開催会のが。はい、なので、1番、10番を、もし3連単で買われる方は、まさかのブラストワンピース、サングレーザーの1着付けっていう3連単も買った方がいいのかなと思います、ここで言うとですね。今日はこれで、明日はね、これで行ってみたいと思います。はい。前売りで土曜日で買います。はい。